1964年モデルとして投入されたシボレーシェベルにはスポーツグレードの SS が用意されていた。しかし当時の SS はスポーティーなルックスを重視したモデルだった。ところが翌65年になるとこのシェベル SS は396キュービックインチの V 型8気筒 OHV ユニットを搭載したハードなハイパフォーマンスカーへと姿を変えることとなった。この時からシェベル SS は396キュービックインチユニットのみを搭載する。ルックスだけのスポーツグレードだった従来の SS とは一線を画すこととなったのだ。そのシェベル SS が史上最強の市販インターミディエートと呼ばれることになったのは1970年モデルでのことである。前年までは396キュービックインチのみだったエンジンラインナップを一新し、新たに396キュービックインチの排気量拡大版である402キュービックインチを導入。さらにこの上位モデルには427キュービックインチをさらに排気量アップした454キュービックインチが追加設定されたのだ。2種類用意されていた454キュービックインチのオプションコードは LS5 と LS6、 前車は圧縮比 10.25 の360馬力仕様、対して後車は圧縮比を 11.25 まで高め、ハイカムやハイフローヘッドなどを装着することで最高出力を456馬力にまで高めていた。当時のカタログ表記でアメリカ車史上最強のエンジン出力を誇るパワーユニットだったのである。 LS6 を搭載したシェベル SS454 はストリートカーとは思えないワイルドなパワーとともにスペシャルモデルとして認識された。そのエンジンの実力はストレートマフラーなどで排気系をストリップし、キャブレターのセッティングを改めただけで簡単に500馬力をオーバーしたと言われており、ストッククラスのドラッグレースにおける最有力コンテンダーの名を欲しいままにしたのである。